冥王ワルドギール率いる闇ギルドタルタロス。ギルドメンバーは全員がゼレフの書の悪魔エーテリアスで構成される。彼らの目的は大陸中の魔力を消滅させ、ゼレフが作り出した最強の悪魔にしてタルタロスのマスターである END を復活させること。リオーレ王国の危機を救うため、夏たちフェアリーテイルはタルタロスに立ち向かった。この本は僕のものだ。返してもらうよ。大事な本なんだ。最強の悪魔 END とは何なのか。ゼレフの真の目的とは。夏とゼレフの関係は。全ての謎を解き明かすため、物語を最初から紐解いてみよう。フェアリーテイルの冒険はここから始まった。Thank you.
楽しいでしょ。燃えてきた。次の仕事を探していた夏。夏はフェアリーテイルの。なんでルシーがいるんだ。何よ、なんか文句あるの。そりゃもういろいろと。こんな寒い場所にマカオさんは何の仕事をし。知らねえでついてきたのか。凶悪モンスターバルカンの討伐だ。マカオいるか。バルカンにやられちまったのか。こんな寒い山に猿がいるなんて。それ猿じゃないよ。ああ襲いかかってきた。こんな奴らすぐにぶん。弱かったね。許してください。おお喋れんのか。マカオはどこだ。あどうした。ルシーがバルカンにさらわれてるよ。え助けなさいよ。俺の炎はただの炎じゃねえぞ。カリの炎は全てを破壊する。出てこい。マカオはどこ。ここに来たい。カリューの方法。俺の炎はただの炎じゃねえぞ。カリューの炎は全てを破壊する。バルカンに連れ去られたルーシーは洞窟の奥深くでバルカンと対峙していた。ナツが駆けつけた時、ルーシーはバルカンに追い詰められていた。バルカンにマカオの居場所を問いただすナツだったが。男いらん。おで女好き。女女女女ってこのエロザル。開け金融級の扉タウロス。もう牛。私が契約してる精霊の中で一番パワーのあるタウロスが相手よ。ルーシーさん相変わらずナイスバディですな。そうだ、こいつもエロかった。俺の女取るな。俺の女。それはもう。開け緊急中の扉。
よくも落としてくれたな。ガリューの方向行け。ナッツの攻撃で気絶したバルカンは光と共に人間の男の姿へと。えっ、サルがマカオさんになった？バルカンにテイクオーバーされてたんだ。テイクオーバー？体を乗っ取る魔法だよ。な、情けに19匹は倒したんだ。20匹目にテイクオーバーされ。分かったからもう喋んな。傷口が開くだろ。一緒にギルドに帰ろう。俺の炎はただの炎じゃねえぞ。カリの炎は全てを破壊する。ボロボロのマカオは夏に肩を借りながらも無事ギルドへと帰還する。泣きながらマカオを迎える息子のロメオ。ロメオは傷を負いながらも、今戻った。マスターはおられるか？おかえり。マスターは定例会よ。そうか。ところでナッツとグレ、あい、ナッツがハッピーみたいになった。こんなナッツ見たことないわ。ナッツもグレイもエルザが怖いのよ。二人の力を貸してほしい。ついてきてくれるな？何事なんだ。詳しくは移動中に話す。出発は明日だ。準備をしておけ。行くなんて言ったかよ。エルザとナツとグレイ、今までこれってフェアリーテイル最強のチームかも。フェアリーテイルの女魔導士エルザは、闇ギルドアイゼンバルトがララバイという魔法を使ってナツたちとフェアリーテイルの最強チームを結成し、ギルドを出発したエルザ。
ララバイの発動を阻止するため、ナツたちはアイゼンバルトの乗った列車を追い、押し花駅へ。アイゼンバルトの奴らはすでに駅の中に入り込んだらしい。軍の正体が突入したが。全滅。軍の正体ではやはり話にならんか。行く。またアイゼンバルトの奴らか。悪いが、お前たちに構って。ただの炎じゃねえぞ。カリの炎は全てを破壊する。押し花駅のホームにはエリゴールたちアイゼンバルトのメンバーがエルザたちを待ち受けていた。やはり来たな、フェアリーテイル。な、何このか。待ってたぜ。貴様がエリゴールだな。貴様らの目的は何だ。まだわかんねえのか。駅には何が。駅？ララバイを放送するつもりか。この駅の周辺には数百数千もの野獣馬どもが集まってる。よって死神が罰を与えに来た。残念だな、ハエども。闇の時代を見ることなく死んじまうとは。あとは任せたぞ。俺は笛を吹きに行く。逃げるのか、エリゴール。ナツ、グレイ、二人で奴を追うんだ。アイサー。下劣な。もらった。
フェアリーテイルが教えてくれた。人と人との距離はこんなにも近い。ありがたいものなのだ。道が分かれてるな。二手に分かれるぞ。いいか、夏。相手は危ねえ魔法。それだけじゃねえだろ。フェアリーテイルに喧嘩売ってきた大バカ野郎だ。黒焦げにしてやるよ。どこに行きやがったエリゴール。放送室に向かったグレイだが、グレイはエリゴールの部下からアイゼンバルトの死。てめえらの本当の目的は何だ。魔符壁。何？ややこしい話は綺麗なんだ。何がど ララバイはそっちか。
町は、じいさんどもが定例会をしてる町だ。本当。俺の炎はただの炎じゃねえぞ。影の炎は全てを破壊する。戻らない？エルザは追えって言ったんだよ。そっか、すごいな、ルーシーは。エルザの頼みを無視する。わかったわよ、探します。もう探す必要はないと思うよ。本当？それならよかった。周りを見てみてよ、オイラたち。住民たちを避難させるため奔走していたエルザは、魔風壁を発動させたエリゴールと鉢合わせてしまう。女王様よ。エリゴール、てめえとは一度戦ってみたかったんだがな。残念だ、今は相手をしてる暇がねえ。これは一体何の真似だ。鳥かごならぬハエかごってところか。にしてはちとでけえがな。てめえらのせいでだいぶ時間を無駄にしちまった。俺どこへ行くつもりだ、エリゴール。話はまだ終わっていないぞ。魔風壁から出ようとすれば、風が体を切り刻む。中で俺の部下と遊んでな。魔風壁はどうすれば解除できる？戻って夏やグレーと相談するしかないな。俺の炎はただの炎じゃねえぞ。彼の炎は全てを破壊する。
楽しいでしょ。私は火のエレメントを操り師トトマル。俺が造形魔法の手本を見せてやろう。しゃあ行くぜ。よろしくね。オロチシャドウ。Thank you.
グレイか、夏は一緒じゃないのか。二手に分かれた。つうかそれどころじゃねえ。アイゼンバルトの本当の標的はこの先の町だ。じいさんどもの定例会の会場やっ。しかし今駅には魔風壁。ああ、さっき見てきた。こいつらは魔風壁の消し方知らん。そういえばアイゼンバルトの中に影と呼ばれてた奴がいたはずだ。奴は確かたった一人でララバイの封印を解除した。ディスペラーか。それなら魔風壁も。探すぞ、影を捕らえるんだ。カリューの方向。ゴールさんはもうこの駅にはいない。いくら探しても無駄。またお前か。めっちゃくちゃ殴りてえけどそれどころじゃねえ。エリゴールはどこだ。さてどこかな。僕殴った後に教えてくれんのか。一石二鳥。約束通り。バカめ、エリゴールさんはこの駅にはいない。はあ。俺は氷の造形魔導士だ。何でも作れる。でかした、クソ炎。さすがだな。なんだよ、二人して。説明してる暇はねえが、そいつを探してたんだ。ディスペラーの影山ならば、魔風壁を解除することができるはず。エルザは剣で影山を脅し、魔風壁を解除するよう。死の子の言わず、魔風壁を解いてもらおう。一回ノーというたびに節操が一つ増えるぞ。いいな。わかっ。
かりしろ。マジかよ、クソ。仲間じゃねえのかよ。魔風壁を解けるのはお前しかいないんだ。死ぬな。エルザ、ダメだ、意識がねえ。俺の炎はただの炎じゃねえぞ。アリエの炎は全てを破壊する。影山という唯一の突破口を失い、さらには駅内に閉じ込め、希望はついえたかに見えたが、そんな時ハッピーが策を。出れたぞ。急げ、必ずエリゴールを止めなければ。ハッピーもいねえな。まあ多分ハッピーのエーラの魔法で先に行ったんだろう。俺たちも無理みたい。私たちの魔導四輪がなぜかボロボロになってる。アイゼンバルトがご丁寧に破壊していきやがったのか。ナツ、エリゴールを止めてくれ。ガリューの炎。ただの炎じゃねえぞ。アリエの炎は全てを破壊する。ギルドマスターの集まるクローバーの町、近いな。我らの仕事と権利を奪った老いぼれどもめ、ララバイの音色で全員殺してやる。死神の粛清だ。クローバーの町へと急ぐエリゴールの行く手に、ナツとハッピーが。もう飛べないです。ありがとな、おかげで追いついたぞ。貴様、なぜこ。お前を倒すためだ、そよ風野郎。
破壊された魔導四輪とは別の魔導四輪を調達したエルザたち。ネッツ、無事か？わっ、遅かったじゃねえか。もう終わっ、こんなの相手に苦戦しやがって、フェアリーテイルの格が下がるぜ。苦戦？どこが？圧勝だよな。微妙なとこ。俺の炎はただの炎じゃねえぞ。カリーの炎は全てを破壊する。無事エリゴールを倒したナツたちだったが、なんとかクローバーの町にたどり着いた影山。マカロフの説得に絶体絶命かと思われたが、ナツ、グレイ、エルザの連携によってゼレフ署の悪